どうもちばしんです。はい今、今日はですね、クリテリウムでの勝ち方を教えます。皆さん、クリテリウムとはご存知でしょうか決められた周回をね、一番最初にゴールした人が勝ちっていうね、そういうレースがあるんですけれども、それはね、クリテリウム、まあ。周回レースですね。周回レースのことをクリテリウムというんですけれども、今度ね、来週ぐらいかな、11月の上旬に、 宮城県の化粧沼というところでクリテリウムレースが始まるんですけれどもその人たちに向けて僕がねクリテリウムでクリテリウムの勝ち方これをね教えたいと思います <music> まずねクリテリウムどうしたら勝てるかそれはね一番最初にゴールしますそうしたら勝てるそうどうやって一番最初にゴールするのかまずは常に 戦闘集団にいることです戦闘集団にいなければもうレースは終わったと思ってください。戦闘集団に,にいることができなければそこのクラスはまだあなたには早いです。もう一つクラスを下げてレースに参加しましょう。そしてその戦闘集団、ね。レースも長いのでちょっと後ろの方で足を休めたい。そういう思うかもしれませんけれどもまずはね 先頭から5番以内には位置してください。不用意に番手を下げないこと。番手を下げることによって、中切れをして集団が分離されることがあります。そうなると、足を使って先頭に追いつかなければならなくなります。それで無駄足使っちゃうってことなので、なるべく先頭から5番以内に。これをね、最終集までそれを維持しましょう。そして、最終集。 最終週になったらまずはですね3番以内に入ってください常に銭湯から3番以内ローテーションとか関係ありませんもうその時はすでに3番以内を位置しましょうそうすれば必ず3位には入れるはずですその走る時に注意するのはまずあなたの前にいる2人これをいつ追い抜けるかで後ろから上がってくる その気配を感じて常に3番手以内をキープしてくださいなぜ3番手なのかというと結構ね道幅が狭いそうレースはねすごく広くていつでも上がれるような状態ではありません足が残,残っていても自分の前に人がいて前に上がれない可能性がありますそうなるとどれだけ足が残っていてもレースに勝つことができませんで常に3番手その位置にいれば多少前が いいたとしてもどこかにそれを追い抜くススペースがあるはずなんですねなので常に先頭集団そして3番手以内にそれをすることによって勝つ確率がぐんと上がりますそしてゴール前にいったらもうあとはですねがむしゃリに走るだけですそこからはもう地足の勝負ですそこで負けてしまったらもうその時は相手を褒めたたえるべきですそしてその後自分はさらに練習をして自分を磨くそれしかありません まずは3番手以内、その位置につけられることそれを目標に走ってみてはいかがでしょうか <music> あとですね他にもポイントというと上りが苦手な人っていると思うんですねでレース結構上りがあると思いますけれどもだ上りの前には下りか平坦なんですねコース的には上りから上りっていうのはまあ 日本語はおかしいですけども上りから上りっていうのは多分ないと思いますその上りに入る前にまずはその先頭集団の前の方に位置しましょうそこで多少上りで遅れたとしても一番後ろにいた場合上りに入りますそうするとあ地足の差でどんどん先頭と離れてしまいますただ先頭前の方にいて上りに入れば後ろから追い上げてきてもここの少しここで余裕があるはずなのでなるべく 上りりに入入る時は先頭で入りましょうあとはですね、まあ、ずっと先頭を走っているのも大変だと思います周回,周回だとその場合ローテーションで走りますよねローテ先頭後退しながら走ると思いますその時例えば4 0キロ時速4 0キロで走っていますで自分が先頭に行きました4 0キロで走らなければダメだっていうね固定観念で走っている方いらっしゃると思います このローテーションこの集団の速度を落としちゃダメだそれをね簡単にキープできる方だったらその速度をキープしてもいいんですけれどもちょっとね40キロきついなまだまだ自分にはそこまでの足はないぞという方はその40キロで走ってきた集団の速度を落としちゃっていいですよ例えばね40キロ走ってましたで自分のが前に来ました 40キロキープするにはちょっと足が大変だとその時はもう36キロとかねグンと落としましょうそうすると集団のスピード落ちますそして遅いなと思った人は後ろから上がっていきますそしたらその上がってきた人の後ろにつくそれを繰り返す落とす上がるつく前に行く落とす上がるつくそうなるとあまり自分の足をつかまずに先頭集団に生き残ることができます ちょっとこれはね、あまり褒められた話ではないんですけれども、集団についていくという手では一つの手であると思ってます。あとはですね、もう、すごくつらい、苦しい、つらい、そういう時もあると思いますけれども、大体そういう時はみんな同じです。みんな苦しいです。なので、そこを超える、もう最後は根性です。根性で走り抜ける。それが、 勝率を上げるポイントですという感じでねクリテリウムは結構走りり方によって順位が決まります僕みたいにそんなに速くない人でもそういう勝ち方勝負の仕方を頭に入れておけばある程度の順位につくことができます逆に足があったとしても最後のね勝負際で心が弱いスプリントを勝負にいけないそういうね心のブレーキかかっている人,では人だったら 勝つことはある足があったとしても勝つことはできないスプリントはね最後はね心の勝負ですどれだけね心のブレーキを外して最速でゴールに飛び込むかそれが一番大事なんですね宮インクリテのポイントとしては前半は下り基調です前半は下り基調なんですけれどもそこは無理してはいけません そこ無理すると落車の危険性がありますのでそ速度も50キロ60キロで出ちゃいますからなのでそこは無理してはいけませんでもなるべく前の方に位置しましょう下りが終わってカーブに差しかかったその後上りがありますそこを有利に進めるためになるべく前に位置しましょうそしてそこの最初の坂は全力全力までいかないんですけれどもなるべく速度を下りで下ってきた速度を維持したまま上りましょう そこは、ね、結構ね皆さん速度をキープしたまま登ってくるのでそこは頑張りましょうである程度登って坂も少し緩くなったらそこで一旦速度を落ち着きますそこでコントロールしていきましょう,うなるべく前の方にそうミヤニクリテはね2車線のうち片道しか車線が使えませんのでなかなかね追い越しづらいんですねですので先頭で前に蓋をしてもなかなか後ろから上がってこれない だから前の方で勝負する必要があります。ということでね僕のポイントとしてはまずは戦闘集団で走走るる常に番番手3番手を意識して走るその時はねなんだろうね嗅覚ですね。匂いそのレースの匂いを感じる周りを意識して走るこれを気をつけましょう。 そして3番目は、上り。上りはなるべく最初の先頭の方で走る。あとはローテーションで先頭来たら無理しないで自分のできる限りのペースで走る。足を使わないように気をつけましょう。まあ以上ね、これくらいがポイントかな。あとはね、全速で走って、もうゴールした後の方は考えない。全力でゴールに向かって走って、 この動画を見た方がね、素晴らしい結果を残せるように頑張っていただきたいと思います。そしてね、レースは自分勝手な走りをするのは、とてもね、落車とかそういう危険性がありますので、自分勝手な走りはしない。レースに参加する方、すべての方たちにリスペクトを持ってレースに参加してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。